5試合全部終わって、はい、もう緊張も何もなくて、ご飯もしっかり食べれるので幸せです。オンラインでご参加の方は、チャットからのご質問をお願いいたします。それでは、日本代表選手団… 5試合全部終わって、はい、もう緊張も何もなくて、ご飯もしっかり食べれるので幸せです。 昨日ちょっと忙しくて、まだ試合の振り返りできてないんですけども、はいえー、覚えてる範囲で言えば、勝った要因はやっぱり左ジャブと右ストレートが、自分の武器の2つのパンチが当てれたことかなと思います。小学校2年生の時に、たまたま手に取った頑張り元気のおかげで、二十歳でこんなにも幸せな気持ちを味わうことができたので、本当にありがとうございますということを伝えたいです。 自分の金メダルでこんなにも喜んでくれるのは本当に鳥取県に生まれてよかったなというふうに感じています。はいあのそうですね、自分という人間はもう本当鳥取県あっての私なので今回、金メダル取れたんですけども、えー、準々決勝と準決勝が3対2の判定で、はい、自分が負けてもおかしくない試合だったのでそこを5対0で勝てるような。はい、ちゃんと。 そうですね、見ている人に絶対私が勝ったなと思われるようなボクシングを目指して、はい、これからの国際大会でも金メダル目指していきたいと思います。